どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はこのアカウントでついに石が溜まりましたので神技流ガチャ引いていきたいと思います。いやー、コラボキャラ禁止ということで月曜日から始まるスパイファミリーコラボ、このアカウント関係ないわけですよ。で、今存在するガチャとして神技流とあと1日のジューンブライドガチャがあるんですけども、まずここのチョイスとしてなぜ神技流を選んだかでいくと、やっぱりステータス的なところだったり潜在が8枠だったりっていうのが神技流が偉すぎる。まあ個々で見ていくとジューンブライドの中にも、まあ、ノルザとかね、優秀なキャラセシリアとかね、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、はい、優秀なキャラっていうのはいるんですけど、やっぱりね、神技流のそのステータス面だったり潜在だったりで考えると優秀なキャラ多いですよね。特には新キャラたちは、まあ、サンドラに関してはね、この T 字消しを持っていたりっていうところで、まだこの本編のキャラの中ではね、とても貴重な T 字消し持ちというところで、まあ、遊びたいっていうところからも欲しかったりするわけですよ。はい、なんで、まあ、神技流ガチャ引いていこうかなと思います。無料分が3通届いております。そして魔法石も51個集めてきたということで、5連ガチャが1回引けますということで、8連引いていきましょう。現在の所持キャラですが、こんな感じでグリゴリーとダイヤとエレメイを持っております。グリゴリーはね、武器化していて、はい、これでグランエルブパーティーとか封印耐性目的だったりとかで使った形跡、あとはまあダイヤでいくと、これ潜在ちょっと謎の振り方してて何で使ったかなってちょっと覚えてないんですけど、カラフル潜在って結構前の話じゃない？あれ、なんでこんなの振ったんだっけな、ちょっと忘れましたけど、まあ普通に使っていけるかなと思います。他色の中でね、ガドブレ込みの無効貫通、あと半減と全ドロ鏡を持ってんのが偉いんですよね。その無効貫通と全ドロ鏡でいくと、まあ、ポルナレフとか強いキャラいますけど、コラボキャラなんですよね。っていうので、ダイヤは交換所にもいるので、まあ、初心者の方だったり復帰勢の方とかにもおすすめなキャラとなっております。で、そういうね、おすすめキャラとかいう話はこの間したかな。はい、まあ、交換所にいるキャラなんですけど、ダイヤとエレメイとあとジューンブライドのユーリが今だとおすすめですよみたいな話をした動画も上がってますんで、ぜひ見てみてください。で、エレメイも持っておりますと、まあ、このキャラはね、本体もスキルがとても強くて気に入ってるんですけど、まあ、光の方もね、そのステータス的なところ、まあ、HP めっちゃ漏れるし、最低限必要な耐性みたいなのも持ってるしっていうので非常に優秀ですと、まあ、ここは全然2体目をゲットしてもいいかな。ダイヤの2体目はこれはちょっと尖りすぎてて使わないかな、どうなんだろうなって感じで、まあダリオンじゃないグリゴリーに関しては水のやつが軽減ループなんで、まあ、もう1体当たってもいいかなって感じです。はい、ちょっとこれ以上喋ると話がグダグダと長くなって尺稼ぎと言われてしまうので引いていきます。はい、まずはこれログインのやつ、ほい、ログインからとりあえずダイヤ金卵からの、あー出るよね本当に、ランペイド率高し。でもこのアカウント3体目か、まあ3体も使わないんですけどね。さあ、そしてコロシアムの地獄級の方のクリア報酬です。はい、クリア報酬からダイヤ、ランペイド以外、あー、まあランペイド以外ってなるとこっちになってるよね、クライブ。はい、2体目、まあ2体使うことはないかな、一応無効貫スキル持ちなんですけどね。はい、そんな感じです。さあ、そしてこれが、通常のダンジョンの上級のクリア報酬です。クリア報酬からダイヤ、男なんだよな。パヌマス6体目ですね。まあ2体いると面白い。まあ全然1体でもいいんですけど、うん、あんま使わんな。そんな感じでした。まあ無料はこんなもんですよ。ここのね、石を使って、まあ、50個消費するわけですが、これで神引きすればいいのです。先ほども言いましたが、このアカウントはコラボキャラ禁止なので神技流に突っ込むという判断をしました。今でいくと、まあ結構ね、スパイファミリーコラボ
幅広く優秀なキャラが存在する、まあ、新規コラボっていうところでほとんどの方がそこに石を使うのかなと思うんですけれども、はい、まあ本当に必要なキャラ、欲しいキャラがいるのであれば、交換所にいるキャラだったら交換所で考えたらいいと思います。石を使うのは今はおすすめしません。このアカウントはコラボキャラ禁止だから、ここで神引きをしていく。はい、頼む。ダイヤ多め、ダイヤ多め、全部ダイヤ、うん、3ダイヤいいんじゃないからの、ああ、頼む頼む、初ゲットだよね。でもおーい、いいじゃん、いいじゃん、 BGM セットゲット、あざーす。来ましたね、サンドラ。これにてなんと T 字消し初ゲットです。ありがとうございます。どうなんだろうね、今後、まあ、十字とか L 字とかと同じくらい出てくるのか、それとも引き続き貴重なままであり続けるのか、まあちょっとわかんないですけど、まあ引けたからにはちょっと使いましょうね。うんうん、使いましょう。冬持ってるんで超重力ダンジョンに連れて行きましょう。まあやれることとしてもね、例えばバンジュとかでも全員の攻撃力一気に返せて、で、まあダメージ吸収無効とかもね、はい、いけ、使えると思うんで、で、ガードブレ持ちでしょ、五色攻撃強化3でしょ、で、3属性でしょ、いや、全然偉いと思いますね。うん、76起動もできるし、OK、これ使います。あざっす。武器も欲しかったけど、それはちょっと高望みですね。いや、よかったー。これさあ、だってサンドラ出てなかったらひどい結果でしたよ。なかなかダイヤが2個エルシャっていうね、エルシャ3体目武器かねえかなー。ということで、まあ新戦力欲しいなと思って引いたんですけども、見事新覚醒を持った新戦力をゲットすることができました。神ドラゴン縛り、まあそれこそね、ダイヤとかここ入ってくるでしょ。神ドラゴンでしょ、ダイヤがドラゴン、まあ、神ドラゴン持ってるんで、まあ、ここは確実に入ってくるかなっていうのと、いや、ちょっとまあパーティー考えてまた紹介すると思うんですけども、コラボキャラなしのサンドラ編成ですね。まあ、どこ行くかはちょっとわかんないんですけども、まあとりあえずバンジュぐらいから始めてみようかなと思います。なんか、行くダンジョンリクエストだったり、それこそあれだね、コラボキャラ禁止といえど、わりかし神引きしてるアカウントではあるので、このキャラは使わないでほしいとか、なんかね、そういうリクエストあったら書き込んでいただけたらと思います。そんな感じで、次はサンドラ使ってみた動画でお会いしましょう。いやー、シゲドラのね、新戦力で活躍してることを期待しております。まあ、僕が使っていくんですけどね。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。